渋谷109で異例の事態発生。マクドナルドとナンバーアンダーラインアイの広告が巨大な反響を呼ぶ衝撃の理由。マクドナルドとナンバーアンダーラインアイのコラボが地下通路に衝撃を与える渋谷109はファッションやトレンドの発信地として有名だ。その地下にある通路は日々多くの人々で賑わっている。そんな中、 ナンバーアンダーラインアイとマクドナルドが手を組んで広告を打ち出したのは驚きだった。これまで渋谷109では様々な企業が広告を出してきた。中でもボシュロムさんの広告は記憶に新しい。しかし今回のナンバーアンダーラインアイとマクドナルドの広告は規模やインパクトが異なっていた。広告は通路の両側に掲示されていた。 マクドナルドの色鮮やかなロゴとナンバーアンダーラインアイのイメージが通行人の目を引きつけていた。その光景はまさに圧巻であり、渋谷109の新たなランドマークとなることだろう。東京の渋谷、その活気にあふれた街並みは常に新しい驚きや興奮を提供してくれます。特に渋谷109の地下通路は最近、ますます注目を集めています。 そこで、興味深い出来事が起こったとの報告が舞い込んできました。今回の出来事に関する情報を掘り下げ、その背後にある物語を紐解いてみましょう。渋谷109の地下通路は、その独特の雰囲気で知られています。人々が行き交い、ショップやカフェがずらりと並び、常に新しいトレンドやイベントが生まれる場所です。この地下通路に、 驚きの広告が登場したという報告があります。その広告は、なんとマクドナルドとナンバーアンダーラインアイ、ナンバーワンのコラボレーション広告だとか。しかし、広告の背後には様々な思惑や意図があるのかもしれない。ナンバーアンダーラインアイとマクドナルドがなぜこのようなコラボレーションを行ったのか。その真意は一体何なのだろうか。一部の人々は、 広告の量や存在感に疑問を持っているかもしれない。通行する人々にとっては、その存在が迷惑に感じることもあるかもしれない。しかし、広告主としてのナンバーアンダーラインアイとマクドナルドは、それを考慮しているのだろうか。また、広告の設置期間や効果についても気になる点だ。一時的なキャンペーンなのか、それとも長期的な戦略なのか。 そして、この広告がどれだけの人々に影響を与えるのか、その効果がどれほどのものなのか。さらに、渋谷109の地下通路には警備の方も配置されているという。それは、広告が通行の妨げにならないようにするためだろう。しかし、その姿もまた、この広告がもたらす影響の一部なのかもしれない。 東京の渋谷百9地下に入ったことがありますかそのエキサイティングな場所で私は驚くばかりでした。渋谷という場所は活気に満ち人々の笑顔がとても魅力的です。そして驚くべきことに渋谷百9地下はボシュロムさんが以前広告を出していた場所だったのです。最近渋谷百9地下で目を引く広告が現れました。それは ナンバーアンダーラインアイとマクドナルドのコラボレーションによるものです。マクドナルドさんからの大きなサポートに感謝し、私はその広告を見るために渋谷に向かいました。そして、そこには驚くべき光景が広がっていました。渋谷109の地下通路には、まだ広告が掲示されています。それがどれだけの期間残るのかはわかりませんが、 驚くほどたくさんのマクドナルド×ナンバーアンダーラインアイの広告が並んでいます。右も左もどこを見てもマクドナルドのロゴが目に入ります。これは本当に驚くべき光景です。写真を撮りたくなる気持ちを抑えながら警備の方々にも注意して通路を歩きました。行けなかった方々のためにいくつかの写真をシェアします。将軍の姿もあり、 とてもキュートです。しかし、これらの広告は通行人に迷惑をかけないように十分に配慮されています。カメラを向けないように気をつけながら、この素晴らしい光景を楽しんでください。この広告が渋谷の文化やコミュニティに与える影響は何でしょうか渋谷109地下の広告は、地域の魅力を高め、人々の興味を引きつけるものとなっています。 しかし、一方で、広告の過剰な存在はどのような影響を与える可能性があるでしょうか地元の人々やビジターにとって、これらの広告は喜ばしいものなのか、それとも不快なものなのか、考えてみましょう。地下通路に出現した広告は、単なる広告以上の意味を持っているかもしれません。それは、渋谷の若者文化やストリートファッション、そして食文化が、 新たな形で結びつきつつあることを示唆しています。マクドナルドという大手企業が若者たちが愛するカルチャーとともに存在しようとしている姿勢は興味深いものがあります。しかしながら、この広告が持つ意味や影響についてさらに考えてみる必要があります。広告の存在自体が消費者行動や文化への影響を検討する上で重要な要素となります。 例えば、この広告が渋谷の若者たちにどのような影響を与えるのか、彼らのファッションや食の選択にどのような変化をもたらすのか、興味深いテーマです。また、この広告が表現するメッセージや価値観についても考えてみる必要があります。マクドナルドという大企業が若者文化やストリートカルチャーとどのように共存し、交流するのか、 その背景にある意図や戦略についても考察する余地があります。さらに、この広告が渋谷の地下通路に登場した背景には、都市の変化や商業の動向も関連しています。渋谷は常に変化し続ける街であり、その中で広告やイベントが起こることは珍しいことではありません。しかし、この広告がどのようにして実現されたのか、 その舞台裏にあるストーリーや人々の努力にも注目する必要があります。そして、このような広告の増加は、都市環境や景観にどのような影響を与えるのでしょうか人々の目に留まる広告が増えれば、その周辺の景観や文化にどのような変化がもたらされるのか、議論してみましょう。渋谷109地下の広告は、 私たちに多くの考えさせる要素を提供してくれます。それらは都市生活や広告の役割についての新しい洞察をもたらし、私たちがより良い社会を築くための議論の種をまいてくれるのです。最後に写真に写る将軍の姿も印象的だった。彼の笑顔が渋谷109の地下通路に明るい光をもたらしているようだ。彼の存在が この広告の成功に一役買っているのかもしれない。このナンバーアンダーラインアイとマクドナルドのコラボ広告は渋谷109の地下通路に新たな息吹を与えた。しかし、その影響や意図についてはまだ謎が多い。この広告が渋谷のトレンドや文化にどのような影響を与えるのか、今後の展開が注目される。